皆さんこんにちは、リュウキです。今日はエンジェルナンバーについてやっていきたいと思います。もう6月に入りましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ところでエンジェルナンバーってご存知ですか？エンジェルナンバーとはゾロ目ですね。777とか111とか333とか、このゾロ目になっている数字をエンジェルナンバーと言います。どのような時に見るかというと、時計を見て3時33分だとか、レシートを見た時777円だとか、111のナンバーをした車を見たとか、このような時に見たりします。僕はかなりの額の臨時収入が入った時は、時計を見た時やたらゾロ目が多かったですね。普通のサラリーマンの年収以上の臨時収入が入った時があるんです。その臨時収入が入る前は、え、また?みたいな感じで何回も何回もエンジェルナンバーを見たんですね。だから皆さんも結構な回数でエンジェルナンバーを見たら何かいいことが起こるかもしれません。特に数字が4つ重なる方がよりパワーがあると言われています。要はこのようにエンジェルナンバーをよく見るときは幸運の前触れなんです。最近風の時代に入ってエンジェルナンバーを見る回数が増えたというご報告もたくさんいただいています。時代が変わって皆さんも幸運のスパイラルに入ったのかもしれませんね。ただ多くの人がこのエンジェルナンバーの数字の意味ですねを重視しますよね。111ならどうだとか、777だとこうだとか。でも僕的にはあんまり数字は重視していません。なぜかというと、自分の経験に基づいてなんですけど、エンジェルナンバーを見るときは一つの数字だけではなく、いろんな数のゾロ目を見たからです。そこで一つ一つの意味を取っていたら、なんかメッセージが膨大になってしまいますよね。だから数字を意識するよりエンジェルナンバーを見たということに意識を持っていったんですね。でも数字の意味を取りたい方とか、数字の意味を知ってモチベーションが上がる方は大いに数字を取ってもらってもいいと思います。ご自身がピンとくる方を採用してください。要するに大切なことは幸運がやってくる前触れだということを知ってその準備をすることなんです。より大きな幸運もスピーディーに受け取るために準備をするということです。まずそんなエンジェルナンバーを見るときっていうのは、皆さんのエネルギーが高くなっているときなんです。なぜかというと、エンジェルナンバーは宇宙からのメッセージだからです。皆さんのエネルギーの周波数がクリアで高くないと、すみません、ちょっと声が枯れてますけど、周波数ですねがクリアで高くないと宇宙からのメッセージを受け取れないからです。つまり皆さんのエネルギーがクリアで高い時に、皆さんは宇宙とつながってエンジェルナンバーをよく見るようになるんです。そんな時、宇宙がもうすぐあなたに幸運を運んでくれますよとエンジェルナンバーを通して伝えてくれているわけです。いいですよね、楽しみですよね。だからこそそんな時は準備をしておいてほしいんです。するとより大きな幸運を受け取ることができるようになるからです。それはより自分から発するエネルギーの周波数を整えておくんです。そのために2つだけやってほしいことがあります。まず1つ目なんですけど、1つ目は朝晩に5分間でいいので瞑想してください。そして2つ目が心地よくなることとか、好きなこと、気分が上がることをやる。以上、この2つです。簡単ですよね。僕が以前多額の臨時収入を得た時も、エンジェルナンバーを見たらこの2つのことを率先してやっていました。まず1つ目の瞑想は、メンタルの状態をクリアにするためにやるということですね。で、クリアになった状態で心地いいこととか好きなこととか気分が上がることをやる。するとエネルギーが上がります。逆に声が裏返ってしまいましたね、すみません。逆に引き寄せを実施していてもあまり効果が出ないという人は、理想の現実をイメージしすぎているということなんですよね。ではなぜ理想の現実をイメージしすぎるとダメなのかというと、理想の現実っていうのはまだその世界が現実化されてないですよね。ということは皆さんがまだ体験してないってことなんですよね。で、体験してないことっていうのはなかなかその感情をリアルに感じれないですよね。でも感じている感情で未来が作られます。これはいつも言っている通りです。ということはまだ現実化していないのに
理想の現実が起こった時の感情ってあまり感じれないですよね。逆にまだ体験したことないので、理想の現実をイメージするたびに、なんか本当にこんな現実が起こるんだろうかとか不安になったり、確信が持てなかったりします。だからその世界がやってきて、理想の現実が現実化しないということなんですね。一方で心地よくなることとか好きなこととか気分が上がることをやってると満足感を感じます。感じている感情が未来になりますよね。ということは満足感を感じる現実が作られてくるということです。このあたりが引き寄せのパラドックスです。だからこそエンジェルナンバーをよく見るようになったら、ぜひこの2つのことを意識的にやってみてください。エネルギーがどんどん上がってきますので。そして大切なことは、エンジェルナンバーを見たら大いに喜んでください。その喜びがまた繰り返しエンジェルナンバーを見る機会を運んでくれますので、喜びが喜びを引き寄せるということです。それが雪だるま式になって、より大きな幸運を運んでくるということです。エンジェルナンバーは皆さんを励ましてくれる宇宙からのメッセージだということです。今日の話をまとめていきますね。エンジェルナンバーは幸運の前触れになります。ゾロ目ですね。時計やレシート、車のナンバーなどで見ることが多くあると思います。数字が4つ並ぶとよりパワーがあります。ただ数字の意味は重視しなくても大丈夫です。ただモチベーションが上がる方はそんな数字の意味を取ってもらっても大丈夫です。エンジェルナンバーを見るときは皆さんのエネルギーの周波数が高くなっています。それは幸運がやってくるという宇宙からのメッセージです。それを生かすために2つやってほしいことがあります。5分間の瞑想と心地いいこと、好きなこと、気分が上がることをやること、前準備ですね。そしてエンジェルナンバーを見たら大いに喜ぶこと、喜びがまたエンジェルナンバーを引き寄せますので、皆さんいかがでしたでしょうか。エンジェルナンバーを最近たくさん見るという方はぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。